在朝鮮民主主義人民共和国イランイスラム共和国大使館あるいは中和イラン大使館はイランが朝鮮民主主義人民共和国の首都ピョンヤに設置している大使館である在ピョンヤンイランイスラム共和国大使館とも新米独裁政権パフラビー朝時代の1975年朝鮮半島南部を実行支配する大韓民国の 首都ソウルに在大韓民国イラン帝国大使館が設置されたが、その後イランの帝政が崩壊して、イスラーム共和制に移行するまで北朝鮮にイランの大使館が設置されることはなかった。イスラーム共和制が成立してから3年後の1982年、平壌に大使館が設置された。マンハンドン、モンスストリート、タイダンコングディストリクト、 ピンヤング2017年2月2日より、聖ド・モフセン・エマーディが、特命全権大使を務めている。ありがとうございます。